小池百合子と蓮舫氏のパーケンバトル石丸伸二の追及に逃げる小池氏。小池百合子が参加したネット討論会で蓮舫氏からの質問に対し明確な答えを避ける場面がありました。視聴者からははぐらかすとの批判が寄せられました。みんなの反応としては小池百合子の曖昧な答えに対する批判が多く見られました。少数意見としては石丸伸二氏への期待や支持がありました。みんなの反応。公共工事を請け負っている業者から政治献金やパーティー券の購入をしてもらうのは疑惑を招くからイエスとは言えないんだろうね。でもノーと言うと後で嘘がバレたら怖いから曖昧な答えでごまかすんだろう。国会答弁でも総理や閣僚が都合が悪くなると同じ手法を使うよね。これを機にこんなやり方が世論に許されないようになればいいなと思うよ。ネット討論会が24日に配信されたけど、現職の都知事が開発業者から政治献金やパーティー券をもらったかは不明。でも自分に都合が悪い質問には逃げてるのは確かだね。残念ながらテレビやマスコミでは全然取り上げられないし、2日後にようやくスポーツ紙で記事になるくらい。有権者の中にはテレビや新聞だけで情報を得る人も多いから、その人たちの票もかなり影響力があると思う。ネットや SNS の情報をどうやってその人たちに伝えるか、いい方法はないかな。小池は昔から不都合なことを無視して逃げてきた。こんな人に重役は無理だし、萩生田と組んでる今が排除のチャンスだよ。日本の人口減少が進んでるけど、東京型の地域と連携して魅力的な場所を増やし、特に若い女性を引き止めることで新しい動きが出てくるみたい。今回の都知事選では経済の仕組みをよく知ってる人が根本的な問題に切り込んでるんだよね。石丸伸二さんがそれをやるって言ってるから期待してるんだ。もしこれがうまくいけば人口減少が少しでも緩やかになって年金の維持にも良い影響が出るんじゃないかな。経済の仕組みが分かってないと的確な指示は出せないし、力のある人の言いなりになる。それが今までの政治だよね。討論会を見たんだけど、田上さんが築地の件で小池さんを恨んでいる人が少なくないと言った後の小池百合子の返答がすごく失礼だと感じたんだよね。小池さんがお友達、小池百合子を批判する築地の方を選んだ方がいいのではないですかって言ったんだ。築地の人たちも都民だし、移転に不満を持ってる人たちの意見もちゃんと受け止めるべきだと思うんだよ。それをまるで批判する人たちが悪いみたいに笑顔で言うのを見て、小池さんの本心が見えた気がした。絶対にこの人には投票しないよ。石丸さんを支持してるけど、動画見た感じでは小池さんがパーティー券についてイエスと答えてるように理解できたよ。ごまかしてる感じはしなかった。ただ法律に従って話さないと蓮舫さんに突っ込まれるからだと思った。質問してた人たちの選挙戦略だろうね。でも石丸さんならイエスと言ってから理由を説明するんだろうなとも思った。石丸さんが知事になったらどう答えるのか楽しみだね。石丸伸二候補は政治経験が浅いと批判されることもあるけど、先日のリハックでの討論では小池氏、蓮舫氏、田上氏と対等以上に渡り合ってたよ。もし質問や返答にミスがあれば、あの面々は強烈に突っ込んでくるはずだけど、石丸候補は知識、見識、話術、度胸のどれも劣ってなかった。返答も論理的でわかりやすかったしね。特に小池氏は経済の理論を取り違えてたし、経済強国を実現できるのは石丸候補しかいないと確信したよ。東京都は特定企業や業種を優遇するような随意契約を多数結んでいて、太陽光発電も義務化しています。これって法の抜け穴を使って都民の税金を特定企業にばらまいてるってことですとね。国民も疑問に思っていて、国会でも議論されてました。合法でも国民は納得してないんです。それに指名停止処分を受けている企業とも随意契約を結んでるのは法を逸脱してるんじゃないかって思います。都知事が言う法に準じては嘘じゃないですか。石丸さんは明治維新前の萩での松下村塾の草加玄瑞や高杉晋作のような存在だけど、秋田方市議会や都議会で敵が多く、味方は都民だけって感じ。松平定信の政治が逆に田沼時代を懐かしむようにならないといいけど、石丸さんは誠実で好感が持てるけど、各党をバックにしている小池氏には勝てないかも。小池支持派が都民から切り崩されない限り、厳しい戦いになりそうだね。東京都の有権者の皆さん、この討論会は YouTube のリハックで見られます。判断の参考になるので、ぜひ見てから投票に行ってください。政治を諦めないでください。投票率が低いと小池氏が有利になります。都民の意識が問われています。
全国から東京が注目されていますので、よろしくお願いします。小池さんはパフォーマンスが上手で、信念や矜持が感じられず、損得感情が目立つ印象が強いです。政界での立ち位置を次々と変えてきたことから、節操がないとも言えます。パーケンの質問にシンプルに答えられないのは、どんぶり勘定で金を集めてきた証拠かもしれません。いずれにしても、小池さんのイメージは強く定着しており、実態が見えにくい稀有な存在です。小池さんが都知事に初当選した時は本当に心が躍ったよね。彼女のサバサバした態度や女性や子供への取り組みは素晴らしかった。でも、もう71歳だし、いつかは別の人にバトンタッチしなきゃならないよね。一方で、石丸さんは今回落選したらもう出馬しないかもしれない。だから、今回の都知事選は子供の未来を考えて投票したいと思うんだ。小池氏は高齢で学歴詐称もあり、質問の理解力に問題があるかも。現職だから当選すると思ってるけど、都民は目を覚ましてほしい。候補者の討論会を見て投票先を決めてほしい。知識や応答の仕方で都知事としての能力がわかるからね。討論会を見れば誰に投票すべきか明白だし、都民が先入観にとらわれず賢い選択をしてくれることを期待してるよ。再開発事業者にパーケンを買ってもらったかどうかはぐらかすのは、買ってもらったってことだよね。私利私欲と癒着業者優先で、庶民は知らないうちにそのツケを回されてる。欧米の民主主義国家では、有権者も政治に責任感を持ってるから、こういう汚れた候補に投票する人は少ない。東京都民の民度が試されてることを、有権者自身が自覚しよう。先日、四国の田舎に出張で行って、小さな居酒屋に入ったんだ。一軒さんだったから、常連さん7人と経営してるご夫婦にどこから来たのって聞かれて、東京ですって答えたら、お、東京かなんでこんな田舎にって大盛り上がり。都知事選の話題で大変だろって言われて、東京のこといろいろ聞かれて楽しかったよ。でも一番驚いたのは、全員が都知事選にすごく興味を持ってたこと、誰に入れるのとか、小池さんに会ったことあるとか、街頭演説見に行くとか、四国でも注目度が高いんだなって感じた。みんな自民寄りだったけど、小池さんに絶対入れるかっていうと、俺が東京都民だったらわかんねえなって意見が一致してた。東京都民としてしっかり判断して投票しようって決意したよ。結局今の政治は一部の人だけが得をして、多くの人が苦しいままなんだよね。このままじゃダメだから、都民の皆さん、よく考えてほしい。次の討論会はもうないですね。石丸伸二氏の正論が強すぎて、黒塗り百号子や勇足蓮舫が全然太刀打ちできないんですよ。聞いててこっちが恥ずかしくなるくらい、ネットでもテレビでも石丸伸二候補と安野貴博候補の討論会だけ取り上げればいいんじゃないかな。2人の話は期待しかないです。純度の高い政治家とただの政治家の違いがよくわかる場面だったね。都民はこの8年間こういう人を首長に選んできたんだ。石丸伸二候補がいなければここまで明確な違いは見えなかったかも。国政も地方自治も政治家の巣窟だから、似たような人ばかり見せられてマシな方を選ぶしかなかったんだと思う。でも石丸候補みたいに相手を罵るんじゃなくて、自分の政策を真っ向からぶつけて民意を問う姿勢を見せられて、目から鱗が落ちた感じがしたんじゃないかな。純度の高い政治家の言葉は有権者の心に直接響くから、本気で応援したくなった人も多いはず。こういう人に東京を任せたいって思う都知事選だよ。消去法じゃない選択こそ選挙の醍醐味。都民の皆さん、胸を張って投票所へ行こう。自民党が告示前に言った世論調査で、小池さんが蓮舫さんとの差を広げ、石丸さんは県内だった。その後も調査は続けられているはずだが、結果はメディアに流れてこない。おそらく自民党が公表したくない変化があったのだろう。小池さんが依然有利だが、危機感や警戒感が高まっているとみられる。討論会を見る限り、石丸さんが圧勝だったね。ディベートに慣れてるし、理路整然として自分の言葉で話してた。感情のコントロールもできてて穏やかで落ち着いてたよ。一方、小池さんも笑顔で隠してたけど、明らかに苛立ってた。日本の政治家って世襲議員とか根が多いけど、石丸さんはエリートビジネスマンって感じ。一流企業の経営者が政治をやればうまくいくって言われてるし、人気投票や知名度で選ぶ時代は終わった。東京都の経営を任せるにふさわしい人を選ぶべきだね。もっと討論会をやるべきだよ。討論会を見て、誰が東京のことを真剣に考えているか分かった。日本を変えるには政治の転換が必要だね。ゆり子さん、コロナ禍とオリンピックで大変な時期に都知事を務めてくれて感謝です。
そろそろゆっくりしてもいいんじゃないかな。そんなもんだよね。みんなはぐらかしてばかりで真実なんて言わない。石丸さんみたいにはっきり言う人に政治家になってほしい。小池さんじゃ東京都は変わらないと思う。個人的には石丸さんか蓮舫さんがいいけど、選挙に行く年代には小池さんが人気だから再選もありえる。残念だな。テレビのアナウンサーが東京都知事になれるのは役人が書いた原稿を読むからだって言うけど、年齢的に新しいことを吸収して想像するのは難しいんじゃないかな。でも石丸東京都知事候補は最新の経済学やテクノロジーを学んで新しい東京を作る力があると思うんだ。年齢は関係なくて、むしろ過去の経験と人脈を生かして新しいものを作るのに最適な時期だよね。人脈作りはこれからの課題かもしれないけど、転職と同じようなものだし、変化を嫌う役人をどう扱うかが一番の課題だと思うよ。石丸真嗣さん良いですね。都知事になったら都議さんたちとうまくやれるか心配したけど、リスペクトしてるみたいで安心しました。選挙が変わることを期待します。築地の件で豊洲の地盤調査が2点3点して、築地の人たちは迷惑を被ったのに、小池氏は謝罪も罪悪感もない。都知事には人間性を重視してほしい。知識や決断力も大事だけど、謙虚さや潔さがもっと大切だと思う。要するにイエスと言ってるようなもんだよね。ノーならノーって言えばいいし、確認して後で公表しますって言えばいいだけだから。つまり受けてるって認識があるからこんな言い方してるんじゃないの。二択なのに別の答えを出す国会議員っているよね。特に山本太郎氏がそういうの得意だけど、答えない人たちってリーダーには向かないと思う。言葉を濁すのは政治の透明性がない証拠で、悪いことを隠してる感じがするから良くないよね。今まで経済に詳しくない人が都知事になってたから日本が弱くなったのも納得できる。日本経済が再生すれば円安も解消されるし、若いリーダーが出てくれば求心力も強まると思う。ただその点以外は副知事が補えばいいんじゃないかな。個人的には都知事は石丸氏、副知事は田上氏がいいと思う。この2人の考えが合わされば最高だけど、そううまくはいかないかもね。現知事になってから職員が機嫌を損ねるとすぐに首を飛ばされるので、神経を使っていると愚痴を聞きました。前の知事ではそんなことはなかったそうです。討論会を見てその意味がよくわかりました。職員がご機嫌取りに疲れている組織に発展性があるのでしょうか。単純な質問にイエスかノーで答えられない政治家が多すぎる。国会答弁を聞いても無駄な時間が流れているだけだ。今回の都知事選は日本の将来にとって本当に重要だと感じる。都民でない人も投票したいと思っているかもしれない。都民の皆さんにはしっかりと判断してほしい。会話の基本はまずイエスかノーで答えてから理由を述べること。小池百合子の回答は曖昧で、後で言った言わないの話になるのはエネルギーの無駄。都民の代表として分かりやすく伝えるのは義務。石丸氏はその点を明らかにしたんだと思う。曖昧な答弁をする人を当選させちゃダメだよ。国会議員もよくはぐらかすけど、それで国民がモヤモヤして政治不安になるんだ。曖昧な回答をすると落選する風潮を作らないといつまでも良くならないよ。この討論会を見たのは石丸真嗣さんのおかげです。前秋田方市長を知らなかったら政治に興味を持たなかったでしょう。知事になるためにも、その後も多くの人を動かせるのは誰か、この討論会を見てすぐに答えが出ました。白黒だけの世界は楽かもしれないけど、争いや対立が絶えないだろうね。政治や外交にグレーな部分があるのは当然だと思うけど、両者との癒着とか庶民の生活に関わる部分では清廉潔白が望ましいよね。誰を選ぶかは都民が決めることだから、現状維持か変革か、結果が楽しみだな。とりあえず連なんとかさんにはならないように祈るよ。政治資金改正法のざるっぷりが明らかになってるね。神宮外苑再開発の大手建設会社の名前が小池氏の報告書にないんだよ。裏でいろいろやってるんだろうけど、実務的には優秀な職員が大量に辞めてる方が問題だよね。神宮外苑の開発について話すね。明治神宮が 66% 所有してるけど、残りの 34% がどこかは調べてもわからないんだよね。開発が進んだ理由は、空中権移転っていう仕組みで1300億円の利権が生まれたからなんだ。もともと景観のために建物の高さ制限があって再開発が進まなかったんだけど、その高さ制限が不透明な過程で大幅に緩和されたんだよ。これで低い競技場や野球場の上に空中権が生まれて、高層ビルが建てられるようになったんだ。まさに濡れ手で泡って感じで、ただで高層ビルが建てられて利益まで出るんだよね。
これが利権ってやつ。もし都知事が落選すれば、贈収賄で立件できる可能性が増すかも。空中権の便宜を図って何を見返りにもらったのか、文春や紳士を糸間空茜さんに調べてほしいな。小池さんの政策には、東京オリンピックの失敗や神宮外苑開発での都民の意向無視、多摩地区を置き去りにした行政など、失敗や方向性の間違いが多いですね。地方行政は経験者が一番理解しているので、適任者は石丸さんだと思いますが、都民の皆さんはどう思いますか？都知事として多くの方から支援を受けてるけど、特定の人だけに便宜を図ることはないって言えばいいのに、ごまかそうとするから印象が悪くなるんだよ。ネットのコメント欄を見てると、石丸伸二さんを称賛する意図的なコメントが多い気がするんだよね。具体的に石丸さんの名前は出さずに、小池さんをけなして誰に投票すればいいか明白とか、都民の賢い選択が求められるとか言ってるのが特徴。本当に勝ちたいなら、そんな卑怯な印象操作やネガキャンじゃなくて、東京をどうしたいのか、具体的な成長戦略や財源、都議会の合意をどう得るかを語るべきだと思う。討論会でも具体的な話はなくて、パーティー券の話とか枝葉の議論ばかりだったし、逆に印象操作に惑わされないようにしたいね。長く民間企業で働いてきた人にとって、小池氏の話し方は商売にならない。簡単に言うと、商談相手を舐めている感じがする。小池氏の立場で言えば、都民を舐めているということ。2期務めて、オリンピックやコロナなど大変な時期もあったけど、もうそのやり方は通用しない。同じ痛手を被るなら、正直に話した方が傷は少なくて済む。それが分かってないんだよね。国政も地方自治も定期的に変わらないとダメ。打線は癒着やマンネリで政策停滞、発展を妨げるから有権者は気をつけて。アークタイムズの YouTube で、小池百合子が八丈島で有権者の家に直接行って挨拶したことが報じられてるけど、メディアやネットでは全然話題になってないね。これは公職選挙法違反なんだけど、小池さんは説明もせずに逃げてるみたい。動画も残ってるから確実に違反なんだけどね。小池さんは自民党から離れたように見えるけど、実際は自民党のままパーティー収入もちゃんと公開してるのか疑問だし、特定企業に利益を与える政策が多い。東京の資金を無駄に使ってる感じがする。プロジェクションマッピングや新築戸建てへのソーラーパネル義務化など大きな問題がある。東京都民全員に対する貢献度が低く、未来を見据えた対策もない。新しい人に知事を任せてみたい。この人に何を聞いてもまともな返事は期待できないよね。まともな仕事してるかも怪しいし。ところで、大手マスコミ以外での小池さんへのネガキャンが増えてきたね。もしかしたら現職知事が落選するかも。あのプライド高いおばさんもへこむだろうね。選挙は年寄りだけじゃ支持が偏るから、若者も選挙に行って一票を有効に使ってほしいな。今回の東京都知事選について、YouTube などのネットテレビは熱心に報道しているけど、大手新聞やテレビは小池百合子に忖度して肝心なところを避けている。先日の都庁での記者会見で、ネットテレビの記者が学歴詐称について鋭い質問をしたら、テレ朝の記者がそれを遮って知事の服の色の話にすり替えた。テレ朝も落ちぶれたね。ネットテレビは忖度せず本音で突っ込むから、今後は大手テレビ局にとって変わると思うよ。知事も岸田化してるんだね。長く知事をやってると取り巻きができて、しがらみが増えるのは仕方ないけど、それが長引くと癒着が深まる。五輪でさらに強固になったしがらみと性は、汚職に近い政策を生む。だから、石丸氏か蓮舫氏に変えるべきだけど、しがらみのない石丸氏の方がいいかも。次の知事も2期8年を超えたら強制的に辞職して、4年間は立候補できない仕組みを作るべき。そうすれば、取り巻きも最後の年には尻をはしょり、逮捕が怖くて椅子にしがみつく必要もなくなり、辞める現職も晴れて勇退できる。石丸さんが当選したら、蓮舫さんのファインプレーだね。無党派層が石丸さんに投票したら勝つかも。石丸さんは毎日ドブ板作戦を頑張ってるよ。三井不動産のパー券の件で、小池さんがまさに自民党らしいとこが明らかになったね。自民党の政治は、一般消費者を犠牲にしてでも円安でグローバル企業を儲けさせて、株価を上げて富裕層の支持を得ようとしてる。だから一般消費者や労働者は無視されて、インフレで実質賃金が下がり続けてるんだよ。企業からの献金を受けてるから、非正規雇用が増えて個人消費が減り、結婚や子育ても難しい社会になってる。
大企業は過去最高益だけど労働分配率は過去最低。トランプ現象みたいに労働者が反乱を起こさない限り一般消費者はずっとないがしろにされるよ。裁判じゃないから不利になる質問にはぐらかすのは当然だよね。特にイエスかノーかなんて質問には絶対にそのまま答えないよ。だってイエスとノーの間には言い訳や解釈の違いがたくさんあってどうにでも判断できちゃうからね。だからのらりくらりと答えることもあるわけ。裁判ではそういう言い逃れを避けるためにイエスかノーかが重要になるんだよ。石丸氏がイエスかノーかと聞いて小池氏がはぐらかしたのは何かやましいことがあるってことだよね。当チャンネルの意見として小池百合子知事の曖昧な回答は政治家としての信頼性に疑問を抱かせるものであり透明性の欠如が問題です。視聴者や有権者に対して明確な説明を求める声が高まることを期待します。